突然ですが皆さん、QR レンタルパーティーという機能をご存知でしょうか。他人が作ったパーティーをお試しレンタルできるやつだな。まず使いたいポケモンを選んで、出てきました。あとはこの中から選んで認証するだけ。育成を全くしてなくてもすぐに対戦ができますね。というわけで、今日は224件あるマッシブ運入りパーティーの中から、面白そうなやつを選んで使っちゃうよ。ポケモン実況者あるある。ネタや時間がなくなると QR パに走り出す。時間がないのは本当だけど、ネタ切れはしてないよ。本当に？本当だよ。バランス考えて動画作ってるから。で、どんなパーティーを所望してるんです？ガチパじゃなくて、変なポケモン混じってて、あんま使われてないやつ。これとか？ああ、いいね。このどうしようもない感じがいい。でもさすがにこれじゃ勝てないから、今回はパス。ある程度勝てるビジョンがないと、撮影に支障が出るからな。お、これいいかも。好きなポケモンで戦うこと優先の個人的なパーティーです。どれもエースになりうる構成になっております。これにしますか、ギリギリやってけそうなメンツだし。リザードンもいるし。ゆうきさんの思い、勝手に受け取ったぜ。早速レート潜って、買ってきましょう。お、よっしゃ行くぞお前ら。やる気がすごい。お相手、なかなかのガチパだぞ。レートなんだから当たり前ですよ。あ、そういえば性格とか努力値ぶりとか確認しなきゃ。せっかちな性格。臆病じゃねえのか。素早さ補正の性格、特性飛来心だからセーフ。他のも見てみましょうよ。無邪気、無邪気、おっとり、やんちゃ、照れや。全部性格不一致やん。他はまだ意図がわかりますが、リザードンとマリルに関してはマジでわかりません。世の中すべてのトレーナーが性格気にしてると思っちゃ大間違いだぞ。まあ確かに私も始めたての頃は性格がバガバだったわ。努力値とか技は結構いい。プレイングでカバーすればいけるはずだ。それに、俺がいれば勝てる気湧いてくるだろ。いや全然。否定しないで。とりあえず先発は、ランドロスを呼んでマリルに行ってもらいます。ランドロスじゃなかった場合は、悪事打って散ってもらいます。残りは刺さってるリザードンと、お守りとしてマッシブーン。コウさん、対戦よろしくお願いするぜ。マリル、なんとかしてこい。じゃあねマリル、扱いがひどすぎるけん。実質に対戦じゃないですか。まあでも、ダストシュートを避けさえすればあんま有効だなさそうだぞ。マリル、腹大鼓さえできればワンチャンあるんだ。頼む。草ジェットとか来たら爆発落ちで締めましょうねー。お相手さんもマリルに草ジェット使いたくないだろ。岩なだれなら普通に耐えれそう。うおー、マリル最強。切っていて手のひら返しだな。恥ずかしくないんですか。へ、なんとでも言ってくれ。マリル、元のトレーナーの名誉のために頑張るぞ。いけ。じゃあ送ってやるよ地獄に。もしかしてこの QR パーティー、最強なのでは？何を言ってるんでしょうか、この人は。さて、2匹目ですが、個人的にミミッキュがいるならここで出てほしい。残念、おっさんでした。でもマリルのアクアジェットで3立てコースですよ。威嚇？そんなもん食らっても、こっちは英語段階上昇中だ。マリルにやられる屈辱で枕を濡らしなぁ。いっぱい枕濡らしてくださいね、霊夢さん。多分 B に熱く振ってるんだろうな、このランドロス。マリル、君はよくやってくれた。きっと元のトレーナーも喜んでるよ。リザードン、マッシブーン。みんな、マリルの元へ集え。なんでマリルがリーダーっぽくなってるんだ。ハッサムやヒードランにトールドレパンか、ミミッキュにもトールレイパン。どっちにする？最悪後出しが効くからレイパンでいいかな。交代か、何来るんだ。できればミミッキュ以外で。ゴキブリが来ました。エローチェ、なく。ヒードランならリザードンに交代すれば余裕だな。確か自信覚えてたので、有利に戦えますね。バラエティ豊かな技セレクトがここに来て光るぜ。そういえばうちのリザードンは全員ヒードランに有効だなかったな。この QR パを使ったからこそ得られそうな勝利。ハイバチコリ交代読み交代されていく。先制してればそのまま倒せそうだが。万が一のことがあるかもしれません。
マッシブーンでお茶を濁しましょう。いつまで交代合戦すればいいの？気が済むまで。久々にドレパン使ったわ。うちらのマッシブーンはドレパンほとんど使わんしな。結局ウルトラでの新規技は意味をなしてないという。カードに全神経注いだからな。あーもうめちゃくちゃだよ。混乱にかよ、これはまずい。まあ待て、この俺の性格はとっても可愛い無邪気しね。なんで、ああ言ったランドロスはワンチャン抜けるかもしれん。俺を誰だと思っている。筋肉モリモリマッチョマンの変態だ。見たまんまじゃねえか。まあ残念だが外角をもらっているのでな。ビーストブーストでプラマイゼロって感じだ。後の処理はリザードンに任せる。惜しい。威嚇なければ突破できました。まあよくやったわ。これでメガ進化せずに倒せるから時間短縮になるぜ。お相手木の実大好きだな。じゃ、あとはリザードンで美味しいとこ取りして勝ちですね。マリュウの顔に泥を塗らなくてよかったです。コウさん、対戦ありがとうだぜ。連続してやってます。これ勝ったら1700ですね。私の予想ではレート100くらい溶かすと思ってたが、やっぱりこのパーティーには何かが宿ってるんですよ。お相手も9アルパですね。ますます負けられない。でもこのパーティー、どうやってアメパに対抗するんだ。リザードンを愛だと思わせて出させない。要するに策なしですか。そうだよ。もう一つ問題があるぞ。テテフどうすんだ。コバルオンで対策します。やっぱ甘まい子にするわ。なんでだよ。甘まい子なら誰が来てもがむしゃらで抵抗できるからね、コバルオン。それにさっきマリル使ったから、今回も進化前使いたいなぁと。謎の力が働くかもしれませんしね。それじゃ、先発はママイコ、控えに相棒たちでゴー。ライトさん、対戦よろしく頼む。アママイコとテテフが勝ち合ったのは良き。スカーフじゃなければうまうまです。かわいい対決、行ってこい。かわいさならアマカジちゃんの圧勝なんだよなぁ。黙れ。サイコフィールドを張って、バシャーモーサポート。お決まりのパターンだ。奴は絶対控えている。馬車はリザードンで何とかしましょう。それより、アママイコちゃんがちゃんと仕事をしてくれるか。特性鈍感だから、挑発効かなくてアンティア選定するんかい。ある意味朗報だが、それなら別の技使いたかったぜ。何にせよ仕事はきっちり果たせそうでよかった。お疲れアママイコ。アママイコってアニメだともう進化したんだっけ。でかくなるとアニメで動かしにくくなる。みんな小さいままでいいのに。敵には黙ってろ。そういえばまたアニメに出演しちゃったわ。これ出演って言わねえだろ。さーて、テテフは倒した。次は誰だ。来たか、バシャーも。9アルファでも私たちの前に立ちはだかってくるんですか。やってやろうじゃん。最強の炎御三家がどっちか、思い知らせてやるよ。運命じゃん。リザードン、頼む。いけ。元の持ち主が誰だろうと、私とリザードンは一心同体。ラス1がナットレイなら勝ち確ですね。しかしそう簡単にはいかないと。これ、大丈夫なのか。リザードンが10万耐えたり、気合玉を避ければいいけども。ダメみたいですね。マッシブーン、あとは任せたぞ。ふっ、了解だ。命の玉を持ってて、攻撃に努力値全振り。条件は整った。無振りボルトならぬ補正でも落とせる計算だぜ。でも無邪気な性格ゆえ、特殊耐久が耐えてみせるさ。たとえ無視状態になろうが、俺たちは勝つ。